世界の鉄道一覧ペルーの鉄道ペルー南部鉄道の客車最高点ララヤ、や、またはその近辺の海抜4000メートル地帯ペルーの鉄道はペルー共和国の鉄道について記す。1851年、首都リマとその郊外の港湾都市カヤオの間に最初の鉄道が開通した。これは南米で初めての鉄道であった。その後、 1894年にカヤオからラオロヤまでアンデス山脈を超えるペルー中央鉄道が開通するなど路線網を伸ばした。主要路線の運営はかつてはペルー国鉄が行っていた。ペルー国鉄は1990年まで黒字だったがその後収支が急激に悪化し1999年路線の所有は国鉄のまま30年間のコンセッションによって運行が 民営化された。旧国鉄の主要な路線のみ。他に、支線や鉱山公社、民間鉱山会社ウニへの路線があるが、いずれも貨物列車のみ、現在の運行状況は不明である。旅客列車の運行は縮小傾向にある。かつて中央鉄道のリマワンカー予感南部鉄道のアレキパフリアカプールの間で、定期旅客列車が運行されていたが、 アレキパフリアカ間は2002年頃、中央鉄道はそれより、以前の国鉄時代に旅客列車の運行が休止されている。また、南東鉄道はかつてクスコからマチュピチュを経て、キジャバンバまで約 120km を結んでいたが、マチュピチュからキジャバンバまでの約 20km は、1990年代末に崖崩れなどのために廃線となった。 現在定期旅客列車が運行されているのは、南部鉄道のクスコフリアカプーの間、南東鉄道のクスコマチュピチュ間、北部のワンカイオオンコベリカ間、南部のタクナアリカ間だけである。これらの列車の運行は、は、オリエント急行を運行するベルモンドと、ペルー資本の合弁による、ペルーレール、は、イナファー、は、エナプが運行を行っている。2006年に、 チベットの製造鉄道が開通するまで、鉄道の世界最高地点は、ペリューの鉄道にあった。最高地点は、中央鉄道カヤオラオロヤ間の本線で海抜4781メートル、四線で4818メートル。南部鉄道のアレキパフリアカ間のコルカで海抜4470メートル。ただし、いずれも現在は、定期旅客列車の運行がない。 定期旅客列車の走る最高地点は、クスコフリアカ間のほぼ中間点に位置する、ララヤで海抜4319メートルである。ありがとうございます。